ですけど許してもらって <laughs> そうなんかおでこ赤いしなにこれかゆいなんか刺されたいや刺されてるそうちょっと困り眉すぎて今日はねあの雨あったやんだからこれ前髪下げるの無理やなと思って前髪を上げていきました そうなんでもうえぐいっすね <laughs> 顔薄いギャルちゃうよほら今日はこんな感じでね上げていきました顔薄 <laughs> あ待ってテロップ書きたいやばいね顔あんまこういう感じで配信しませんが私 やっほ皆さん今日はねちょっとゆるくねやっていこうかなと思うんですけどあ嘘う薄くてもかわいいありがとうございますあ握手会ありがとう次はオンライン横浜うんオンライン横浜握手会の横浜じゃない楽しみですねそうやっぱ毎日メイクしててよくないからやっぱたまにはこうやって休める日も必要かなと思って。 ま、普通に学校が禁止ってだけなんですけどそうこんばんはたくさんコメント読みたいなそう横浜のオンラインやんなやんなやんな <laughs> びっくりしちゃった前よりもダメだねダメだと思う多分何もしてませんからねほんとに なんか注されてるマジで握手,握手買えばよかったってめちゃめちゃ後悔してるえもうそれは後悔だよ後悔でしかないよもうねもまた次がねあったら絶対に来てくださいそれは後悔だよ本当に <laughs> ありがとねでも後悔してくれてお話し返すっぴんはやばい 確かに逆ににななんかかか新鮮でいいかもな確かにそれはそう笑ったらさここ眉毛泣くからさちょっと恥ずかしくて笑えないんだけど <laughs> 困り前にも程があるんだけどあ日曜日公演入った楽しかったありがとうってありがとう本当に楽しかったね最高でした ないだくししたけど、めちゃ、めちゃ、めちゃくちゃ可愛かったって。やったー。<laughs> ありがとう。嬉しいな。こんばんは。れいにゃの目の形、羨ましいです。理想の目,目。え、本当に。私さ、もっとさ。あの。こうなりたいんよね。わかる。こ,こう。<laughs> も、丸みたいな形になりたくて。 こういうい感じで <laughs> それを今日友達に言ったらさ普通にやめときって言われました <laughs> そうわれちしっそうっそう一回ねローモン版のねことをねちょっとだけちょっとだけっていうか説明してからみんなのコメントとかねいろいろ拾っていけたらなと思いますはいでちょっとね配信で言わなきゃいけないことがあるので。 まじ<マ>か <laughs>、めっちゃ見てるんですけど <laughs> すっごく見てるんですけどねとまずから、どこ、どうからかな 喧嘩やばい <laughs> <エグ>い <laughs> はい、最近ね私めっちゃあのさっきまでねちょっとローモバしててあのもうちょっとですね私ね白レベルがね20をねちょっと迎えそうでしてちょっと今すごくいい具合なんですよそうなんです皆さんやってますかローモバ ちょっと難しいんですけどね本当に機械音痴でよく分かってないんですけどやっとせあのね1週間前ぐらいかなそれをしたんな前にねやっとやっとっていうかめっちゃ理解して最近はね今白今19なんですよレベルがえレオ二23なんえすごちょっといっぱい聞いてみよう そう本当にねゲームが苦手すぎてちょやばいんですけどそうもうすぐで今19なんでもうすぐで20ででねみんなもねあの私のギルドに入ってくれてる人ね結構みんな15以上の方増えてきてえマジで嬉しいですえそれも難しいよねえ反則してないよほんとに。 そうでもほんまに難しいえゲームなんかねほんとにねホーツナイズだけなんだよね得意なゲームはそうどうやったらギルド入れるかわからんあそれはねあの私のねあの X を見てもらってあの一番最初のローモバの投稿でねそのローモバ であのダウンロードあリンクかリンク貼ってるからそのリンク飛んであのダウンロードしたらとりあえずダウンロードローバマダウンロードしてそっからやなそうそっから確かに難しいよね座標とか入れるの確かにな,なんか違法法ないかなあれかもローバマさんの X 見たら 全部ない、あのやり方書いてるから。<laughs> あ、こんばんは。こんばんは。そう、私ね、今パワーを上げるのに精一杯で。 超頑張ってパワー上げてるんですよなんかね、パワーの上げるパワーアップするためにまあなんか基盤作りが大切らしくてそうなんかさちょっと難しいな <laughs> なんて口で説明すらいいんやろそう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 ちょっとねなんかね兵士を訓練するには資源が必要となりますが建築などと同時に並行で進行していると資源がなくなってくることがあると存じますその際には 補助を研究することで訓練に要するコストを減らすことができるためこちらを訓練することをおすすめしていますアカデミーの上級軍事より対応する兵士の補助を研究することが可能ですそう私今これやりながら <laughs> パワー上げててえそういつまでに白レベル15になら なああかんねやっけあ今は今日今日か今日中間発表だったからあと半分だからどれぐらいやろ3週間ぐらいかなえ次の発表いつやったっけそう今中間らし中間だからあと半分そう そうなんか私はなんかアイテムたくさん使って白レベル十五まで行きましたでもしなんかあれむ昔にローモンバやっててあのなんて言えばいいや 昔にローマバ過去にそうやったことがある人はなんか無理あのログインログインっていうかなんかできないらしくてここのイベント休憩のイベントには入れないみたいならしくてだからなんか一度なんかその運営の方にお問,い合わせお問い合わせをしなきゃいけないらしくてそうちょっとね大変かもしれないんだけどそう。 ぜひ皆さんグルチャがあるからねグループチャットってでかいよねそうなんですやっぱ雨,雨でさ今日さ頭,頭起きたらさ普通に頭パカンみたいな。 あ、そう、前やっててるそうデータが残ってるらしくてまだ消したとしてもだから一回運営の方にお問い合わせしてからやらんといけないらしいですそうユマとか過去にプレイしたことあったらしくて <laughs> なんかいろいろ言ってたけど <laughs> そう <laughs> でねあの,ロあのギルドにねれいちゃんのギルドにもし申請してくれたら運営の方がねあ上運営の方があの 申請するからちょっと待ってもらえると嬉しいですねもしそう <laughs> 語彙力なさすぎて割れてきた <laughs> 行く <laughs> 全然埋めてなかった何に眉毛上げてるの初めて見たあほんまあマジそうそあんま上げへんもんな確かに今日はねじゃあ雨でしたからえ眉毛好きちょっと困りまいすぎんこうやって頑張って下に下げたいねんけど<笑>,ここ笑った時とかにさ こうなんねんな、こう。だから、ここ、こって下げたい。<laughs> 下げたい。雨は、さ、やばくて。なんか。傘さしてても。普通に濡れてくるから。あの。まず。学校の靴下が、もうびっしょびしょで。学校着いた時。裸足でした、今日一日。 みんな裸足やって周りだから裸だにしてましたえそうあのねローマ版はねゆノの,のんさんがや昔やっててそれでね前いろいろ聞いたんですよそうやり方みたいな、じんに行く方法みたいなそうクラスの子ギルド参加してくれた <laughs> あのねあの学校の,そのなんかあんまり喋ったことないんですけど もう同級生っていうかクラスメイトの子があのローマバーやっててなんかちょっと休み時間に教室で喋ってたんですけど私が近くにその人がおってなんか「今日はねまるロ,ロ,ロ,ロードモバイルしようや」みたいに言って「<laughs> ロードモバーマイル」と思ってえびっくりしちゃってやってんやと思ってそうだからぜひギルドに入ってほしいなと思ったんですけど。 わかんないですね入ってくれた方がほんと何も話してないんでそうそう旧記のオーディション配信でも前髪上げてなかったよね今日は貴重あ確かにあんま上げへんかもほんまに雨やばい日から上げてる 絶対違う <laughs> なんかもうなんかプロみたいな感じやって言い方が「ロードモバイルやろうや」みたいなプロやって「えやってる?」みたいな思ってでも喋りかけようと思ったんですよ私「あロードモバイルやってるの?」みたいな <laughs> でも話したことないからどうしようと思って結果無理でした未だに話せてませんてかね同じクラスので、ね、話したことないんですよねおかしくないですかやいねちょっと 意外と人見知りであんまりかしゃべりかけられないその友達とは女の子いや男の子 <laughs> そう多分男の子やから多分ローンボーやっててだからプラスしゃべられへんみたいなだから聞けなかった普通にそうなんですその場合にはちょっと書いてんけどねそうマジでかくさあの最近で一番びっくりした そういや、ね、そうだからその人やってるからイベントに入らないかなと思ってんけどやっぱやっぱあのお問い合わせして一から始めてくれたらなっていう <laughs> そうまあ、絶対ないんですけどねそういや実はギルドに寄ったらめっちゃおもろいよねえみたいな話したことないのにえって感じ3人ぐらいで多分喋ってたねあれ。 えぐいびっくりでした顔薄 <laughs> <カオス笑>そうちょっと頼みにくかってんな話したことない人に急にゲームの話を 一番最初の会話の内容がゲームってやばいよねちょっとそうだからね結構周りもやっててローモバそうでもう確かにマジでなんか一回会ったら気がついたらマジ何時間とか経ってるローモバやってたら えって感じあもうこんな時間ってなる一回開いたらそうだから本当にわかるハマる理由が <laughs> ちょっとやばねえ私のギルのに入らないわやばい <laughs> ああ本当に一番最初の,はあの会話がそれやば <laughs> 面白い あ、フォローしましたって。ありがとうございます。ありがとう。<laughs> こんばんは。こんばんは。 すごなんかたい焼きが <laughs> す,ごたい焼きすごかった今そうだから私彼すごい面白いエピソード持ってるなって思うんですよねまさかのまさかで結構でかかったんですよ相手の声が「ロードモバイルしようや」とか言って言ってて「うんロードモバイル!」と思って。 してびっくりしました夜遅くまでしてるえなんかもうあのそうほんまにアニメの一話みたい,い <laughs> そっから始まるアニメなねえ私のギルドに入らないでオープニングみたいな <laughs> どんなドラマやねんそれ ほんとにびっくりだよねラブコメ始まらんよ始まらん始まらん <laughs> ロームバからの声はやばいあれやんすごいなロームバレオに内緒ねレーニャをし始めましたえうれしいえ美ちゃん 内緒にします姉 <laughs> ちゃんずっと守ってるからねゆいぴちゃんが「内緒にして」って言うからずっと内緒にしてるこんばんはそう MC のネタとかになりそうやね面白 <laughs> なんかな 一回聞いてみたいけど普通になんかもっと面白い内容がふっかりそう対抗して教室で音鳴らしてロードモバイルやろうえやばいちょっと学校がねそうちょっとねロードモバイルできないんですけど学校ではだからねちょっと難点なんだよねもし私がロードモバイルをこうプレイしててそしたらその人がなんかえなんか やってんのみたいなおしゃべりかけてくれたらもう簡単な話なんですけどそれがね無理なんで私が一方的に知ってるってだけなんであなたがローンボイルやってるってことそうだからなかなかねいけないんですよねちょっと <laughs> 今度公園に入ったらガン見してしまいそうえれいちゃんのこと えぜひそれはえもういいよ顔見してよえ握手会でレイレの笑顔にやられましてって嬉しい嬉しいありがとうえそこ校携帯あ携帯携帯禁止な結構多いんよ周りも結構携帯禁止なとこ多くて そう。劇場では眉切り、今日は。で。で。テッド。テッドって何。そう、持ち込み禁止なんですよ。うん。だから、そう、なかなか。 うん、あれ以降何の話も膨らんでないんですけどそう <laughs> え学校で携帯見つかったら没収されるんかな分からんけどどうなんだろううん うんうん。<laughs> いつもレイのことがん見しちゃうってえ嬉しいありがとうアイドルやってるのは知ってるんかな知ってると思う、うん多分私のこと <laughs> 何名前も知ってんかな <laughs> ってぐらい本当に。 存在感ゼロなんで私学校で黒板にギルドタグやばい <laughs> 確かにありかも座標とねあスマホ持ち込み OK やったんやん <laughs> あそれクマかクマやそれ言われて分かっちゃったクマに似てるそう 教科そう多分うん残った気がする普通にダメあった気がする <laughs> でも本当にあれだよねローモバはマジでグループチャットが超楽しいって感じし何か そのみんなさ同じ場所にいるわけやん私のところに入ってくれたらだからもうなんて言わんやろうホーム <laughs> ホームみたいな感じマジで楽しいでなんかみんな移動とかしてたらさなんかさその移動してるってわかるやん例えば誰かがなんか移動してたらなんか歩いてるわけよこうやってなんかあっ 歩いてるやつ。思うよね、めっちゃ。だから、移動もね、本当に。無理ない程度でいいので。ぜひ。かもねぎのソロダンス、れいながんみしてる。いや、悪いじゃ、しからんからね。確かに <laughs>。嬉しい、でも。それでもしなんか。右側とか見てたら、なんか悲しいけど、逆に。 運営さんから急な連絡はどうしてるのえだから学校終わりじゃないと見れないし多分無理かなって感じかなもし急なもしめっちゃ急な連絡が学校で学校の時に来たら返せない見れないしめっちゃいいこと言ってる人あるファン同士の友好も深まる、ね 本当にそうなんだよねマジ楽しいだからねなんかローマバ関係じゃないグルちゃんもいいんかなと思うんですけどどう思いますか皆さんなんか例えばほんまにグループチャットみたいな感じでなんか「今日は」 お出かかけしてよとか <laughs> ちょっと話変わってくるかもそれはそう今んとこローマ派関係の内容しか話してないかなみんなとはどうなんですかね れいなちゃん,レイナちゃんこんばんは公園は東京から見に行ってます。れいなちゃんおしですで嬉しい東京からえー、遠いのにわざわざありがとう嬉しい東京から見に来てくれてんのか2時間半 <laughs> えありがとう本当に嬉しすぎるそれは急な連絡気づかなかったことにそうそ 本当に急な連絡は無理だね多分学校の時はあ昔は普通に会話してたやんえー、そうなんやんそう私今のところまだローマ母関係のことしかぐるっちゃいってないんでうんー やばい目が乾燥してきたこんばんはこんばんは <laughs> 今日も私は夜。 ロードモバイルをします。今ね、本当にね。<laughs> もうブ,ブブブンブブブンやめてください。本当に。ブブブ,ブンやばい。<laughs> びっくりした。ごめんなさい。皆さんちょっと。 ちょっとやめていただきたいかもしれないけど言えないので本人には治安 <laughs> やめて <laughs> びっくりしたそうよくあるんですよねここはここはとか言っちゃったあかん <laughs> ダメダメそうなんで私今日はね夜寝る前にちょっとローマバをやりたいと思いますなので皆さんぜひあの 家なんでローモバは家だと思ってるんで私なんで皆さんぜひね興味持ってくださった方はあのツイッターに全部載ってますのであの家族になっていただけたらなと <laughs> 思います。<laughs> みい面白 それ好きえ、超ろいませいや燃えてる今やばちょっとやりに行かないとそれは対処しないとあれんなちゃん気になってましたありがとうぜひぜひ気になるからもっと上に上がってくれるとニヤニヤですね ねちょっとねなんかバイクとかさプーって走るとするやん。そしたらさその見てくれてる方ももしさ同じ音が同じ音っていうか同じ音が聞こえたらさ近所やんってバレるやん, <laughs> そうやねんな。せんだからなんかできればあの外は静かに走っていただきたいっていう気持ちはあるんですけど全員がそういう意思じゃないと思ってるので <laughs> そう。 <laughs> えっ治安違法ですからここはそうそう雷とかマジで救急車の音とかそのなんていうのサイレンとかなんて言わんやろとかすぐバレるからでもなんかどうしようもないよね聞こえてしまうもん聞こえてしまうからさでも皆さんもしなんか同じ音が聞こえたとしても「C」で「C で」でお願いいたします あっれいちゃんって近ゃないやなって思っといてくださいあ確かに選挙の方とかやばいねえやばいやばいもうどうしようもなくないでもうそう2階2階え窓開けてないんですよ多分静かやからもうなおさら聞こえるって感じ2階ですよここは犬の鳴き声って聞こえるかな <laughs> 確かに地震とかもやばいねあの細かく表示されるからねあれはそう2階はねはっきり聞こえてるいやそれだよね本当に多分街は静かやからこの部屋が何もついてない状態や今だから多分余計なおさら聞こえると思います あ選挙が聞こえるたびにミュート確かにねミュートしたらいいかも選挙選,選挙怖っそっかミュート機能あるね確かにでもいけるかななんかもうなってしまったらもうバレるわけやんだから急いでキュてやってもさその最初が聞こえるわけやん怖いね確かにまあ皆さんその時は本当に内緒であ近いんだなって思ってもらえたら なおさらねちょっとシークレットということでぜひ秘密にしてもらえたらなと思います大阪広いからねちょっとあありがとうたい焼き <laughs> かわいいそう選挙夜なる車走ったらそうやね選挙の方は大体昼ぐらいに走ってるもん確かに。 確かに夜なら来ないね <laughs> 皆さんも是非ねもしかしたら配信見てくれる方には配信者さんがいるかもしれないから、ね、是非一緒に気をつけましょう <laughs> そう選挙はねちょっとやばいね怖いねパンパンマパンパンマ駅で喋ってる方がいるの朝えどういうことどういうこと 本当に本当に今日皆さん雨行けましたか大阪はすっごくやばかったんですけど他の地域の他の県の方々とかどうだったんだろう雨分かんないな関東とかどうなったのかな九州とかあ候補者がスピーチあああ確かに確かによく見るかも。 皆さん行きましたかそうお仕事とかさ学校とかさどうだったのかなって電車乗れましたかえ京今日ってすごかったの災害レベルだったんやそう近,近畿もやばかったからねえ茨城もやばかったのえー、もう全国で今日やばかったね多分もう朝早く仕事やからそこまで雨ひどくなかったあそうなんよ朝早いとそれぐらいなんか 雨やばくらしくて仕事早めにああ行ったのかなこれあ滋賀も降ってたんやへえ<ー>今日降ってないさ日本ってないんかな <laughs> 語<彙>力 <laughs> なんかさその降ってないところ県ってなかったのかなやっぱ東京ひどかったらしいねそうそう東京はねニュースとかでよく見てた え豪雨になりやすいのそう梅雨だからね梅雨が来るんだよやあ梅雨はちょっと苦手かもしれないですねいつもより早めに仕事終わって帰ったあそうなんやそうよね本当にそれが一番やばかったんだけど雨傘の意味なかったびっちょびちょスカートとかえぐかったな超びちょびちょでした えそう梅雨が終わるともう一生「いなんで?」って感じそこ来るみたいなマジで暑いの苦手やわそうなかったんかな降ってない日本 <laughs> 今日は雨降ってない日本ってありましたかなんか私の地域降ってなかったよみたいなないか めっっちゃひどかったぶん、ね、多分ないよね日焼け止め必須えほんまにそう <laughs> 劇場が水没しないか心配え <laughs> <laughs> でも大丈夫だよそれは多分多分ね「梅雨着 MC があれば次の梅雨の楽しみ方とかテーマで話してみた確かになんかこの前の公演ではなんか梅雨 じめじめを吹っ飛ばす言葉を叫んでくださいみたいな感じやってあ日本海側降ってないんやえっ、ー、そうなん福岡晴れてたえすごいそんな地域があったのかそうなんよ同じ日本でもこんな違うねんのなんか悲しくなってこうへんねなんかたしたまに思うよね なんか同じ日本なのになんで違うことがあるんだろうってたまに悲しくなるよね <laughs> 沖縄もうすぐ梅雨明けえー、そうなんよ結構早めなんだね早め早めなんかな梅雨始まったばっか今あ大分は降ってたんや へえー、梅雨の楽しみ方はいろんな料理にめんつゆ <laughs> ちょっとこちらはねほなちゃんに教えたいなと思います点数をつけてもらおう <laughs> 勝手に点数 <laughs> いやれいちゃんめっちゃ好きうん超好きですよけいけいごさん さんん好好きですよ結構私は好きでですすよ私はこれ <laughs> あ、今日が先中ぎほんまそう思わうなんか私とかもしなんかもしなんか推しの方とかいるとするじゃないですか例えば私は大阪相手の推しは東京とかだったらさなんか大阪はこれはあったけど東京では別に何もなかったとか思うとあなんか日本なの,のにこんな違うんだなって思うよねたまに。 なんか悲しくならない。あ、やっぱ今週末大阪梅雨にしたんや。そうなんだね。例年標準語なんか好きやも。え、本当にたまに標準語になるんよ。えマジで。なんかもうなんでか分からんけど。こんばんは韓国はいい天気です。あ、韓国いい天気やったんや。ねいいな。 眉毛なくくねねってひどく、ね、<laughs> あの学校はね描いちゃダメだから見てもう今日はね薄いんですよ顔でも偉いよちゃんと校則守ってるんだからねだからいいんですあ間に合ったってありがとう。 高速を破るためにあるはダメだよ <laughs> まあ青春だよねそれも一つの確かにそれは共感する日曜日の公演は「昼夜とも参加したけどれいちゃんかわいかったえう、ー、しいほんまありがとう。 嬉しいな可愛かったありがとうあ眉毛可愛いありがとうでも私自分の眉毛本当にねなんか嫌じゃないんだけどなんかもっと平行になんでなってくれないのって感じなんでこんな寝てんのなんでどんどんこう,こう寝ていくって,かのって感じ反り方変えても無理なんだよね書かないとこうやって何も書かないと寝るんだよこの子元気出してもっとこう。 こうが。下がって。こう。<laughs> お願いです。大分き。行ったことないんよ。そう、でも、なんか、大分にはサイゼがないって聞いた。<laughs> <laughs> そう、なんかね。なんか。聞いた。<laughs> ずっとギルド入ってたのに、今ちょっと見つけた。え、ほんまに。 チャットあるんよ今ぜひだから会話しましょうみんな福岡行きたいえ福岡で何やっけ夢もつ鍋福岡もつ鍋えそう福岡めっちゃ行きたいなと思っててなんか最近福岡よく高くて九州に行きたいな今すごい今一番行きたいとこって言われて九州地方に行きたいかも お話しい楽しみえそれなマジ楽しみ10月に多分人生で2回目のユニバ行くかもえマジ ?2 回目10月えそうなんやもともしねもう会えるかもしれないですけど <laughs> 私基本ユニバいるんで待って今ユニ,ユニバってユニバって言ったよね今。 えユニバーやんなユニバーえ焦ったーディーネの出る世代交代世代交代公演応募したいなえ嬉しい是非ね名前とかが出たらなんかわかんないよね名前出ないと明日大阪の明日の気温最高30度え嫌やだー <laughs> マジでえぐいんだけどマジで 加工のために加工これダジャレかな <laughs> 分かんなかった <laughs> 本当に本当に思って書いたのかダジャレと思って書いたのかがちょっと分からなかった <laughs> アートメイクで平行でしたメイクだと結構平行になりやすいんだけどえ工藤静香さんって結構へえ困りはやなんや え、嬉しいやったー誇りに思う <laughs> 切り替え早すぎ <laughs> あ福岡県民なんやんいいな福岡怜オは待ってるって言ってたってそっかもし会えたらね大阪のもつ鍋屋さんも一緒えもつ鍋食べたーいえ、ね、食べたくなってきた えそうまあ、基本ユニバーに言ったわけじゃないけどだいぶな確率でいるかも分からんけどねてかいつもホノピーのギャグで笑ってんのルカだけだ恥ずかしい <laughs> いやホノピーはたまに面白いんよねたまにね <laughs> でもすごいと思うあのなんて言うんやろあの急に振られてあんな言えるの絶対無理 すごいよほのちゃんのあの判断力というかすごい酢餅とかあるんよや絶対おいしいじゃん食べた <laughs> 本心めっちゃ本心やった今めっちゃ食べたってきたほんに鉄の心の持ち主ようねほのーってマジですごいと思う 何でできてんのてのっ感じすごいと思う本当にほんとにほんちゃんね面白いしかわいいし <laughs> 確かに思わないのが思ろうえほんとにそれなめっちゃ共感するそれ わかるわ面白かったらダメなんだよほのちゃんはそう本当にわかるその気持ちあ <laughs> 思い出して笑けてきた <laughs> あ待ってもう48分だった <laughs> 待って30分ぐらいの配信予定がもう48分までたえ本当にショールームってさやってたらさなんかさ過去一時間スピード早いかも何をし本当に 早めちゃくちゃ面白いしやめてよ <laughs> そうやねやっぱねそれはねやっぱ人それぞれね思いますよね <laughs> えでもめっちゃほんなちゃんたまにめっちゃ面白いことぶっかけてくるんだよね <laughs> だからわっちゃ笑える<笑>そう久しぶりのふなえもも良かったよふなえもんねちょっと封印したんよねもう えなんかもう似てなさすぎるって言われてなんかもうやっていいのかなってもうドラえもん様に申し訳ないという気持ちが勝ってしまってあ、今日くるり最終回目がかゆいこの配信でめっちゃ興味が出てきました。 ぜひぜひぜひフ1是非是非 <laughs> 一個抜くよーって感じで <laughs> NAB 劇場の近くに美味しい明太子パスタ屋さんがあるらしいよそうなんえ行きたいえどこえ超気になるかもそれやばい気になる <laughs> 終わろうかなそろそろ50分し、なんかもう気が付いて50分もやってた <laughs> 20分ぐらいの間隔なんだけどまだ私の可愛いとこ一つ言っていいあのね学校学校ってか普通に iPad 持ってんだけど私 iPad のねホーム画面が見てくださいじじじゃゃゃんどっち見せようじゃじゃん。ャジャンそう網矢や二人のね ことをホーム画面にしています。超可愛くて、もうね、高一の時からずっとこれ、可愛い,いなって思いながらいつも見てますね。あみややだって。可愛い,いな、本当に可愛い,い。私可愛いよね、ちょっとそれは。自分でも思っちゃった。<laughs> やばいもう1時間もやってたよランキング読もうかなじゃあありがとうみんなほんとにたくさんねお話できて楽しかったですあっとまたひらっぱ行く予てやるえ行きたいなほんとに保護者のようでしたから私ローマも頑張るほんとに今は全力でパワーを上げてますなので皆さんぜひ グループチャットはねちょっと熱いんでぜひ皆さん私のねギルドに入っていただけたら絶対見るんで <laughs>、はい、誰が入ったかもうパッてわかるんであ入ったってなるもうその時点で名前覚えちゃうもんねあ来たまるさんだ <laughs> って <laughs> そうまあ本当にねでも やっぱ忙しい方もいるから楽しんでねロムはできたらなと思うんで私はそんなね是今からでも間に合うので <laughs> ぜひね皆さん一緒に楽しんでゲームができたらなと思いますそう楽しむの大事ランキング読もうかなじゃ じゃあいきます13位の方が「中丼ありがとう」今日は呼び捨てでいいにするわ12位が「ひよこひよこありがとう」11位が「テイテイ」「ありがとう」「ありがとね」で10位が「カドピー」「ありがとうカドピー」「ありがとう」「9位が「近江近江お江かわいい」「ありがとう」位が「近江、ね、ありがとう」おうみありがとう 8位が「マイマイありがとうマイマイ」ありがとう7位が「ツルツルありがとうツル」で6位が野原慎之助の助ありがとう,がしがとうそして5位が「あっこあっこありがとう」かわいいあっこ4位が「よしよしありがとうよしありがとう」そして 3, 3位から順にねあだ名をつけていこうと思います。 キングマンあ、思いついたキンポン <laughs> キンポンでありがた確かお前キンちゃんみたいにつけた気がする2がルカルカだからどうしよっかな ルーニャでルーニャ。<laughs> ありがとう。ルイちゃんとソロ。そして一位がりょうこ、りょうこはね、じゃあね。りょうこは。りょう。うん、りょうちん。りょちんありがとう。ありがとう、みんな。 先生が壇上だったら「あきら」って呼び捨てだったかな絶対別にしてたあきら先生 <laughs> 今日呼び捨てでした皆さんありがとう本当に皆さんありがとねまたね配信するのでぜひ見てもらえれたら嬉しいですありがとう明日はね晴れなんで今日とは全然違う気温気温っていうか なんか感じですけど皆さん頑張りましょうまあ雨よりかはねちょっとマシだね雨はねちょっとね雨でちょっと何頭痛とかする方もねいるから本当に梅雨はねマジで気をつけましょうありがとうみんなありがとうたくさん寝るんだよありがとう さあね頑張って赤いの直します。<laughs> 多分んカニ刺されたはいありがとうみんなほんとにおやつみありがとうおやつみあルームスとママメあげるのでぜひあ TikTok はもう自由自だからね明日あげようかな明日あげますぜひみなさん見てね今日のルームスはマジで もう本当に多分みんなと付き合ってた記憶あるからぜひ皆さん見ていただけると嬉れしいです <laughs> じゃあねーバイバーイ。切れないバイバーイ